はい今回は日本の闇横田について、えー、考えていきます、えー。よかったら最後まで聞いていただければと思います。皆さんあのこの横田と聞くとですね何を、えー、イメージするでしょうか、まあ、いろいろイメージすることは、えー、あると思うんですが、まあ、あのこれっていうのはね本当のことであっても えー、明かされることはないんですよ、うん、すごくこれ難しい話なんでね、えーまあ、ちょっとまあ僕なりに思うことっていうことでお伝えしていきますので、えーまあ、よかったら最後まで聞いていただければと思いますまあ一つの解釈ですから、まあ、信じるか信じないかはあなた次第っていうことで、えー、僕は全力でこのように思っていますそしてこのように思っている人っていうのはいるんですが証明は不可能です いろんなでまずあのー、まあ日本の闇横田っていうことを聞いて何を思うのかっていう話ですねまず横田と聞いたら何を思われるかなっていうまあそのまあ何を連想されるかっていう話なんですが。 まああのー、この2つのつながりについては分からないんですが僕がまあこう聞いて連想するものっていうのは横田恵とですね横田基地なんですよでこのおそらく横田っていうのは何かあるんですよそれ何だか分からないんですねそれに関してはで、えー、まずですね皆さんもこれはまあ調べたことがあるかもしれないし非常に複雑なんですが、えー、もうややこしすぎてね、えー、ちょっと意味が分からないなと思うんですが 安倍晋三と横田めぐみがいとこなんじゃないかというこうやって噂を聞いたことがないでしょうかよくこれインターネットでこの検索入るんですけどあのものすごくね、えー、この人間関係が複雑なんですよでもちろん先ほど言いましたけどはっきり本当のことっていうのはわからないんですねただその中でこうなんじゃないかっていうその一つの仮説ですねその仮説をたどっていきますあのまあその朝鮮 まあその朝鮮の最後とされているまあ王朝があるんですが、えー、これのまあ李信っというまあ人だと思いますこの李清がまあ日本に帰化して日本人となったとでこの李清の息子が岸信介でもう一人のえまあ息子がいてその息子の子供が横田早紀江と安倍晋太郎という、えー、まあそういったまあ説がえあるんですね、うんまあ、ただこれっていうのはあのもちろんちょっと複雑であったりするんですよなんでかというと 岸信介の子供が安倍晋太郎そしてその子供が安倍晋三っていうことになりますのでえそのちょっとなんかに人間関係図とちょっと若干食い違うところがあるんですけどまああ,ありそうかなっていう気もしなくもないんですよ。 でちょっと難しいんですが安倍晋太郎と横田早紀江が兄弟であって父親がこの李銀っていうね、まあ、李銀ってこの李信の子供だと思うんですが、まあ、こういうまあ説もあるとで、えー、僕らには分からないんですが、えー、こう考えられないかなと思ってね普通に。 安倍晋太郎安、まあ、安倍倍晋晋太郎の、えー、父ですね安倍晋太郎と横田早紀江、横田めぐみの母の、えー、顔がちょっと似てるんですよあ。これなんかあるんじゃないかなって顔が似てるって何かありそうじゃないですか、うん、だから僕はこの噂は本当だと思いますでさらに突っ込んでい、えー、くとですね、えー、このイルミナティ13血流のリーケっていう、えー、この支配層ですねこの支配層のグループの、えー、末えっていうんですか、えー、それの関与が疑われるんですよ。 っていうことだと思いますだからこの、えー、安倍晋三と横田めぐみがいとこなのかっていう話はもちろん本当かどうか分かりませんがこの今話した内容から本当の可能性があるそしてですね、えー、まあ皆さんの中にはいないと思いますけどこれイルミナティ13血流とかっていう話を聞いてねあの笑う人いますけど全く笑い事でも何でもなくてその,あの一家のリーケですであれば話が通じますそして この話から別のことに話が発展していくんですよ。横田めぐみといえばえ、拉致の話が、えー、出てきますが、このですね、横田早紀江と安倍晋太郎の関係から拉致とか誘拐とかっていうのはないんじゃないかっていう話なんですよ。つまり北朝鮮拉致問題の謎っていうことです。で、ここにも出てくるんですよ。またややこしいんですが、横田がね、出てくるんですよ。横田っていうのは名前ではなくね、ここでダブルで重なってくるんですが、北朝鮮拉致問題と横田基地っていう話ですね。 であのまあ、皆さんはご存知の方がちょっといらっしゃるかと思うんで、まあ、ご存知でなかったら、ねまあ、このようにご理解いただければと思うんですが北朝鮮拉致問題というのは常に何かというと日本から北朝鮮に拉致をされたというそういうふうに捉えるじゃないですか。 というふうに捉えるように、えー、画策されているんですが、そもそも根本的に多分間違えてるんですよ。なんでかっていうと、この北朝鮮拉致問題っていうものですね。これには日本の上にあのまあ、日本のまあ、間接支配をしている。 総主国アメリカ組織ですね、えー、おそらく北朝鮮の後ろにもこの CMA の存在がちらつくと思うんでこの後ろの CMA の指示のもと指図のもとですねこれ仕組まれた、えー、ものであるっていう可能性があるんですよだからあの何を言ってるのかっていうと北朝鮮になんて拉致されてないっていう、えー、話です。 すべてかすべてかどうかは分からないですが、明らかにおかしいことがある、でこれ、なんでこうやっておかしいことをしているのかと、これ、狙いがあるんですよ、もちろん、えー、アメリカ c m a の狙いですね、日本と、まあ、その北朝鮮、あるいはです、ね、アジアの,あの国家間の緊迫状態、あるいは対立に、えー、持ち込もうとする、そういった作戦、えー、国家間をまたぐ、そういった作戦だと、えー、思います。 例えば、こういった話をすると、何を言うのか、意味が分からないなとかって思うかもしれないんですが、意味が分かるんですよ。全くおかしいこと、おかしいことだらけなんですよ、これ、北朝鮮拉致問題って。例えばね、北朝鮮に拉致されたっていう人がいるんじゃないですかさ、騒がれてる人。北朝鮮、拉致被害者とかって騒がれるじゃないですか。突然、日本国内で見つかるんですよね。いや、拉致されてたんじゃないんですかって思いませんか、普通に。 なんで日本国内で、しかも一人じゃないですよ、多数の人が日本国内で、えー、拉致されて見つかってるんですよ、いやいやいや、それ、全然話に説明がつかないですけどって、だから、これっていうのも狙いがあってあの、もう完全に北朝鮮に拉致されたんだって思うんですけど、一回冷静に考えるとおかしいことがあると、なんで北朝鮮に拉致された人が日本国内で見つかるんですかって、おかしいですよねって、説明ができないんですよ、これ、説明もできないし、追及もできないんですよ。で、また別の話があるんですが、 この北朝鮮拉致問題でですね、えー、まあ有名な方がおりますが、蓮池薫としてますが、こんなことを言いましたね。どう,どうして帰国させるようなことをしたんだ俺たちは北朝鮮にずっといたかったんだ。全く意味がわからないと思いませんか。北朝鮮拉致問題って拉致されてるんですよ。拉致されてるっていう体であればね。拉致されてるっていう体であれば、日本に一刻も早く帰りたいと思うんですよ。 日本に帰ってこれたらねえ喜ぶはずなんですよ、うん、しかし口に出てきた言葉が喜ぶとは逆なことを言ってますね俺たちは北朝鮮にずっといたかったんだ、うん、こういったところからもこの北朝鮮拉致問題っていうのはなんだか意味がわからないんですよはっきり言ってねまあ意味がわからないっていうのは、えー、そのまあ言われている通り日本が日本人が北朝鮮に拉致されたっていうだからそういうことじゃないそんなことじゃないんですよ、うん で、例えばね、まあ、こ,のここまでの話の流れからだったら、えー、皆さんがどう思うかわからないんですけど、北朝鮮というのは日本人を拉致しないって言ってるんですよ。例えばね、そういう話を聞くと嘘だとかね、それ嘘をついてるって、なんでそれが嘘なんですか嘘かどうかなんてわからない話ですよ。なんでかって、拉致してる、あるいはですね、人をそういう風にして誘拐してるのが別のものの可能性があるんですね。アメリカ CMA という別のものが、えー、その国家間をまたがって違った目的の意味でやってる可能性があるっていうことです。 この北朝鮮拉致問題というのの正体は何かというと日本と北朝鮮という、ね、アジアの国家間の対立を狙わせることがこの狙いなんですよ。もっと言うと、まあ、日本、あるいは北朝鮮、韓国、中国といったアジアの国々がです、ね、結合しないことをこれ狙っているんですよ。 日本とか北朝鮮とか韓国とかそういう中国って,ってあのアジアの国々が結合するとですねこのアメリカ親和令っていうのは支配がしづらくなる支配ができなくなるんですよあの、まあ、支配というか統治、まあ、どちらでも表現はあれですけど支配しづらくなるんですねだからあの非常にこういうことを恐れるんですよだからあのこういった、まあ、あの火種を放り込んでですね常にあの、まあ、仲良くしないように、まあ、仲良くっていう表現もどうかと思いますけど まあ仲良くあるいは一致団結しないように、こういうネタを放り込んでいると僕は思っています。これ本当に真面目な話ですかね。全然、あのずっとこう真面目に考えていて、こうなんだろうなと思うんですよ。で、そこで演出することがあるんですね。横田めぐみ、横田基地なんですが、横田基地から北朝鮮の直行便があるんですよ。だから、ね、横田基地から北朝鮮に CMA が飛行機飛ばして、あたかも拉致問題があったかのようなことを装ってるっていう、その演出ですね。 だからこの北朝鮮拉致問題っていうものの背後にはこのアメリカある組織シーマレーの存在がちらつくんですよ。で さっきお伝えしましたけどシーマレーターは何を狙っているのかっていうとだからもっと言えばこの北朝鮮拉致問題っていうのを永遠に解決しないように解決はしないことを望んでいるんですよねだから例えば僕とかね、まあ、リスナー様とか他の人がああこういう問題っていうのはなくなった方がいいなってどうしたらなくなるんだろうかなと思うんですが。 でえー、日本の宗主国はそういうことを望まないんでいまたいろんなことを画策してねでそのそのこの話がおそらく根本にあるんですよガチッとね根本にあって、えー、その細部でいろんなことをやってるんですね、うん、でこれはご存知だと思いますけど、まあ、ご存知じゃなかったら、えー、ここでお伝えしますが横田基地って言いますけど横田基地って日本入れないですからね違外法権で。 非常にこういったのもあの矛盾してるんですが日本国内にあるこの米軍基地在日米軍の基地っていうのは日本は入れないんですよ治外法権あの。学校でなんか <laughs> 教わって難しい話ですが単純に入れないんですよだからもし何か中で何が起こっていても日本は調べられないんですよそういったものになってるそうでて決まり決まりかな、うん、そういうのになってるから。 だから、ね、裏で隠してると思いますが、多分こうなんじゃないかなと思います。CMA の横田基地を利用した北朝鮮拉致問題という演出ですね。これも一種の壮大なる演出、劇だと思いますよ。まあ、全部が全部、出ないのかもしれませんが、明らかにおかしいことが多数あるんでね、うん、そういうふうに思います。 まああのー、皆さんはちょっとどう思うかわからないしね、うん、まああのあれなんですけど、あんまりちょっとまあこの話も、まあ、これ以上深くするのもどうかと思うんで、ままあ、ちょっと、まあ今回ここら辺でねま、えー、まあ、あのーまあ、終わらせておきますけど、とにかくこの横田基地っていうのが違い方圏で一切調べられないっていうことが、これが非常に問題なんですね。うん これは別に中で何が起こってるとか北朝鮮の拉致問題がどうとかってそういったことは分からないとするじゃないですか。じゃあでもこの,北あの横田基地を調べられない違い方権でこれっていうのは分かってるんですよ。だからもしこういうふうに考えますね。中で何も起こらずに例えば普通にね、まあ、普通にっていうのも変ですけど普通に例えばね あの日本の航空自衛隊がね何かをしていたとするじゃないですか、ま、ず在日米軍もしていたとするじゃないですか、何もなかったとするじゃないですか、それはそれでよかったなと思うんですよ。でも、もしかして何かがあった場合ですよ、この場合も調べられないんですよ。ここういったところからも日本がですね、えー、戦後 このアメリカ、まあ、裏組織から全く、えー、独立していない、日本は独立国であるっていう、まあ、あのそういうふうなきょあのことを教わっていますが、嘘である可能性が非常に高いと、でこれっていうのは、このね、僕はお伝えしましたけど、日本の闇、えーまあ、横田基地、横田恵みっていうこと、これ、開けられないんですよね。うん いいうううっていう話だと思うんですよあのちょっとリスナー様がこの話関心を持ってるかもしれないんで、えー、ちょっと頑張ってお伝えしてみました。あの難しいんで、えー、ちょっとその最初のね、えー、あの安倍晋三と横田めぐみの件からあたりからちょっとあのうまく言えなかったかもしれないんでまあ、申し訳ないんですが、えー、まあ何か一つでも、まあ、役に立てるものがねあったらいいなと思いますので,で調べるとまあ、ちょっと似てることもあったりとかただね、えー、まあ僕もすいませんということなんですうまく伝えらる られないですけどなかなかこうね言葉で言語化して伝えるのが難しいんですがお伝えさせていただくとこんなような感じかなと思うということで何か一つご参考になっていただけるものがあればと思います。